どうも皆さん、こんにちは、かいとうです。ということで、今回はね、シアターからの後付け実況ということでやらせていただきます。でね、特に話したい内容などは全くもってございません。ただただ動画を出していなかったので、動画を撮ろうと思いました。ということで、今回はね、こちらのスワットに、フォアグリップと、なんだっけこれ、リフレックスサイドをつけてチームデスマッチに行ってきました。今回はサーチ実況じゃないです。ごめんなさい。今回はね、なんだろうね。暗めの BK? 玉そう?うん、BK と、一緒にね、二人でやった動画なんですが、まあ、そこそこキルはできたのでね。そこそこ。なので、ちょっと動画にさせていただきました。うん。あんま話すことはないんだよね。ちっちゃん、ちっちゃん、ちっちゃん、ちっちゃん。まあ僕ね、ドラゴンファイヤーここでキューブして出るんですけど、ドローン系の操作がものすっごく苦手でですね、全然ドラゴンファイヤーをね、使えなかったんですよね。全く使えなかったっていう。ひょこってきたね。ひょこっ。そうでね。ドラゴンファイヤーをね、もうちょっとだけね、キルできるようにしたいなっていう僕の思いがありましてですね。どうしようかなぁ。僕ね、これからサーチをやるつもりなんですけどね。まあね、BO2 のね、サーチね、やってるんだけどね、最近。全然ね、ダメなの。全然ダメだよ、本当に。人がね、ダメ。完全に人がダメ。おかしいじゃん。だって、あそこからリースしたのにさ、後ろ。まあ、しょうがない。それ BO2 だから、まあ、しょうがないとして。てか、みんなね、スワットあんま使わないけど、ソフト強いんだよね。ぶっちゃけ、スワットが強い、ほんとに。ぶっちゃけちゃうとね、ほんとにスワット強いんですよね。使ってみてよ、みんなスワット。強いから、ほんと。みんなね、結構ね、スワット使ってね、使いにくいとか言ってるけどね、ほんと、慣れればね、ほんとに強い武器だからね。みんなスワットおすすめっすよ、ほんと。あと、おすすめはね、DSR にデュアルバンドが意外と使えたね。最近はね、アタッチメントを増やすためにね、MSMC 使わせてもらってるよ。そう。うまくちゃんと当てたらね、ワントリガーで倒せるのが、スワットの強みですよね。練習速度自体はそこまで高くはないんだけど、まあ、ワントリガーで仕留められるっていうところが、やっぱりね、スワットは強いかなーって思いますね。ちょっとスカイプの方ひょこってきたからね、ちょっと携帯の方で対応したいと思います。ちょっと待ってね、スカイ。そうね。あと何か言うことあるかな?あとね、バースト系あるじゃないですか。アサルトライフルの。あと M8 かな。M8 もね、使えば強いんだよね。ただ、使い方によっては本当にね、弱い武器になっちゃうんでね、これも。もうちょっとうまく使えればね、っていう、思うんですけど。やっぱダメなんだよね。難しい。
バースト系ってさ、本当にエイムが合ってない。バーストとか単発系とかね。ほら、エイムが合ってないと、キルができないから難しいんだけど、その点ね、ちゃんとエイム合わせれば逆にね、めちゃくちゃ強い武器になるから、まあね、スナイパーとか使っている方とかはね、結構エイムあったりしてるので、多分スワットとか M8 とか使ったら本当になんか強いくなると思うんですよね。個人的にはね。そう。あとなんだろうな。そんなもんかな。あとみんなプレステ4買います?買ってる人多いよね。多分、僕は買いますよ、多分。多分僕はプレステ4買うので、プレステ4でね、BO3 買ってか、BO3 をね、買って、プレステ3の BO3 を買って、プレステ4の BO3 も買うっていう形に、僕は、します。ということで、お疲れ様でした。今回はですね、19キル12です。ということで、スワット強いですよ。皆さん使ってください。それでは、皆さんさよなら。バイバイ。